どうしたらいいんですかね。そうです、そうです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ACF の告知に来ました、武士政です。ジールです。内川です。はい、よろしくお願いします。これって聞こえてるのかな、ちょっと見てくれ、うん、あれこれ入ってるのかな。あ、11名の方が今入ってきてくれてますね。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はちょっとプロレス関係じゃなく格闘技の3人で、あ、後ほどあの福家隆師匠が来られますのでお楽しみにしてください。まず自己紹介を僕たちしたいと思いますので、まずジールさんどうぞ。ACF で、格闘技やらさせてもらってますジールと言います。よろしくお願いします。はい、ジールさんは今回は、ACF 第3部の第1試合、はい、森選手との試合ですが、はい、意気込みなどどうぞ。とりあえず久しぶりに試合とかいう感じになるんで、やれるだけ頑張りたいと思いますんでよろしくお願いします。なんか必殺技とかはあるんですか、こういう展開にしたいとか。とりあえず相手を押し込んで倒したいっていうのはあります。はい、わかりました、はい、そして第2試合が伝説の柔術家谷高雄と対戦する伝説の、こちらも伝説の内川親方どうぞ。ソフトコンタクト代表内川です。次の ACF 頑張ります。はい、内川さんはエキシビションですよね。はい、エキシビションです。はい、エキシビションなんで、5分間、はい、取っても取られてもずっと延々と5分間ですね。はい、はい、なんか、ベテランの技術を見せ合ういい試合になると思いますのでご期待ください。そしてメインは私があの佐野直選手と戦います。今19名入った、あ、10人入った、あ、これどう見るのかな。 ありがとうございます。コメント等をまたよろしくお願いします。全然コメント、あ、来た、ありがとうございます。ゼリーさん拍手ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうすぐあの福井先生が来られますので、プロレスファンの方はそれをお楽しみにしてください。じゃあまず最近ジールさんは、はい、女性関係はどんな感じですか。いや、なんで、ね、はい、格闘技じゃないんですか。え、格闘技じゃない。結構気になる話かなと思ってマニアックな人にはいや、今のところは何にもないですね彼女いない歴ってどれくらいなの。わあ、もうずっといないですね。生まれてこの方、自分から言って付き合ったっていうのはないですね。おお、すげえそっちの方も積極的にね、試合スタイルと同様に、はい、そういうね、あの積極的なスタイルですジールさん、はい、誰が聞きたいねはいほんまにそう思いますけどと、まず、ジールさんはこの試合に、はい、最近あの今ここはティグレジムの今日水曜日の格闘技練習前に、はい、これ配信をしてるんですけども、ジールさんの格闘技の、始まりというかキャリアというか、そういうのをちょっと軽く、皆さんあんま知らない人いると思うので、ジールの変態どうでもええわというコメントが確かにそうですねあ、変態じゃない、恋愛だ、あ、恋愛か恋愛だ、ごめんなさい、ごめんなさい、まあ、どうでもいいかな、まあ、ちょっと聞いておきましょう、はい、はい、あの格闘技の、はい、このキャリアをどういうキャリアできたか、でプロレスとの関わりとかも含めて、はい、格闘技はもう7年前に道頓堀さんとこの難波の方にあった時の会場のとこに、道頓堀アリーナ、はい、行った時に近藤さんに誘われてそれから始めたんで、今で7年になります。7年、はい、そうだね、はい、
で今までの戦績とか戦った相手とか、戦った相手とか、あ、じゃあ、はい、今まで一番心に残ってる試合なんかは、リアンドロさんやった。リアンドロさん誰ですか。あ、ワードックで、はい、はい、あの柔術の強い人と、はい、あれがもう何してされたかが全然わかんないぐらいに回されて強かったと、はい、いうのが一番印象残ってます、はい、で今回は、森井選手は、はい、あの内川親方のお弟子さんでもあるんですよね、はい、どうですか内川さん。キックボクサーなんですけど。あ、キックボクサーなんですか。はい、キックボクサーです。へえ。で今総合を先生のところに。そうですね、はい、まあグラップリングもなかなかやりますね、うん、試合は初めてなんですか。グラップリングデビューです。グラップリングは初めて、はいはい、じゃあジールさん負けれないですねこれは。はい、はい、であとプロレスとの関わりとかは、はあの、あ、内川親方の恋愛話はというコメントがこれちょっと聞きづらいですね僕の先輩なんでね。いじりづらい話をこう入ってきてますね。いい話ないです。ないですね。じゃあやっぱりジールさん の, このプロレスの関わりをアピールしといた方が、まあ、道頓堀プロレスはあの裏方としてねリングを作ってくれたり、はい、いろいろ、ね、あと売店売店手伝ってくれたりしてくれてますね、はい、であと今レフリー修行みたいなこともね、あ、はい、してまして、あの海鮮プロレスでは正レフリーとして今ね、あのベルリンさんに鍛えていただいてますね、はい、そういうことを言わないと。すみません、ね、はい、あ、フミさんからジールさんっていうあの、はい、声援というか、ね、あの来られてます。知名度高いです。あ、ありがとうございます。先生、今あの府警高久先生があの来られましたので、はい、後ほどちょっと、はい、合流していただきます、はい、お、9名、9名です、ね、なかなか伸び、9人10人を行ったり来たりしてる感じですね。さっき10何人でしたっけ。あ、トータルですね。トータルはね、今28人来てくれてますね。ありがとうございます。牛政です。ジールさん頑張ってください。 ありがとうございます。あのね、たこ焼きダーさんから、はい、ジールさん頑張ってください。あ、では改めて府警高久先生でございます。よろしくお願いします。あ、なんかちょっと一言、今ジールをいじる会になってる。あ、もういじることはいっぱいあるんだけど。と、あれですよ、 ACF の試合について。そうですね、はい、またどうせ 首の取り合い 2,3 分ガブって倒されてしたらってっていうパターンやと思います。泥試合、泥試合、泥試合と。はい、で先生は今回、ACF の方はレフリー、ジャッジの、ジャッジの方を、はい、あ、分かりました、ちょっと入っていただいて、はい、で僕たちのセコンドワークもよろしくお願いします。お願いします。先生、それと2部の方 の, あのプロレスのヤングマスターの方に、はい、あの出場します。あ、ビリーさんからコメントが。お、あ、いえいえ、こちらこそありがとうございます。あ、福さんにもこんばんはと、あのコメントが入っております。動画で見えない。ビリーさん、ビリーさん、あ、こんばんは、お疲れ様です。ビリーさん久しぶりです。ヤングマスターの試合は、田中裕樹選手とタッグを組んで、はい、春時選手、小山選手ですね、はい、のタッグマッチですね。2ヶ月ぶりの試合ですね。あ、プロレスですか。そうなんですね。3月末に VKF やって以来、いいですね、そうなんですね、まあでも昔パンクラスの時半年試合なかったりとかありましたからね、全然大丈夫です。2ヶ月、小山先生2年ぶりです、ね、今回久しぶり、まあ、若いからね、全然僕らよりかは、ね、はい、じゃあ、あ、福先生っていうコメントがふみさんから。
あ、ありがとうございます。どうなったか分からないです。さん来られてからコメントが増えてきてよかったです。はい、僕らちょっとね、知名度が低いんで、ね。いやいやいや、はい、僕も全然もう。残念でございます。4年に1回ぐらいしか街中で声かけられないんで。いやいやいや。ジールさん結構職質にある。あいやでも月に一度職質にあってますよ。いや僕月1回2回ぐらい会えますよ。職質ありますか。コンビニに車止めた瞬間警察来たりとか。で僕は車種に問題があるんですよ。いやいや普通の車なんですけど、ね、端何も止まってないとこで一番端っこ止めたんですよ。僕いつも端っこ止めるんで、だ普通やったら近いとこ止めるなんで端っこ止めるんですかとか言われて自由やろう、ね。ほんで体の検査から車の中から全部調べられてとか。それドラッグの検査ですよね。なんなんですかね。だからわざとちょっとなんか塩かなんか袋に入れて入れといたのかなって怪しい小袋に入れといてあ、ちょっと増えましたね。15名の方が、はい、ありがとうございます。そうですね、徳正さんからこの先ほど入った内川師匠の恋愛話っていう、こうコメントをこれに行きましょうかこれちょっと振りづらいけど、どうですかね内川先生。いや、なんやろ、若い子が好きなんでなかなか釣り合う人がいなくってローリー寂しい感じです。いや20代後半ぐらいで。贅沢ですね贅沢。先生はいくつに今年齢は公表してますよね。はい、52歳です。52歳です。あ、僕が51歳ですね。一つ先輩になります。はい、ジールさんは52、今年50歳。はい、もう皆さんおっさんですね。先生は一番年下ですからね。そうですね、ジールさんが一番年下ですね。一番年下っていうのが、はい、50でどんだけおっさんの集まりやなここじゃあとりあえず今日はこのティグレジムの練習前に放送してるということで、このうちのファイティングチームエイトイズのちょっと宣伝なんかも入れていいですかね。いいですね。はい、じゃあ福家先生がいつも教えてくれております。毎週水曜日平野のティグレジム、8時からですね。福家さんと武士政さんがいれば大丈夫。ジールさん笑ってばっかりもっと話してください一番年下以外やっぱりみんなそう、そうですね。ジールさんこういう時過去しますからね。全然様になってない柄に合わせたたこ焼き、はい、たこ焼きださん普段人の悪口ばっかり言ってる。いやいやいや、そうなんですこういう時に言ったら、はいなんか何の話だったっけ。いや、宣伝8時から、はい、今日はちょっとツイキャスの放送があったので30分押してます。この後練習するんですけども、毎週水曜日ですね、はい、8時から週1回、みんな集まって練習しております。ハードルはかなり低いので皆さんよければ来てください。今日はね、練習来てる、いつも試合出てる徳正さんもいますね今。あ、こんばんは、徳正です。はい、今週末は僕は試合はないんでちょっと裏方でやりますけど、はい、練習はいつもやってるんで軽量級の人とかいれば来てくれたら嬉しいですね。誰の挑戦でも受けますね。あ、受けます受けます、はいはい。徳正さんに買ったら1万円っていう企画を、お金が何本あっても足らない20キロ差ぐらいまでやったらやりま す, やります。じゃあボビーゴルゴンと今話題のいいですね。強いですよボビー。指先で叩かれますそしてもう一人、徳正さん。徳正さんもこんばんは、はい、徳正です。よろしくお願いします。はい、徳正さんはね、重量級なんですね。で、皆さん、徳正さんが僕と一緒ですね、こう、そうですね、そうですね、51歳、福家先生も一緒ですね、で、徳正さんは内川先生と一緒ですね、だからもうかなり平均年齢は50を超えておりますね、すごいですね、やばいですね、これは。初老クラブですね、初老ですね。たこ焼き飛田さんからコメントで。ティグレジムは火曜日がプロレス教室、水曜日が格闘技。はい、そうですね。月謝はちょっとプロレス教どうだったかな。格闘技の方は月5000円でございます。
プロ協の方も月5000円で、はい、プロ協も5000円ですね。で両方行くのありだったよね。はい、そうですね、5000円で両方行けるっていう感じですね。はい、そしてあ徳さんっていうコメントもふみさんから。こんばんは。はい、おやったんですか。こらやってないですか。ちょっとあんまりこうツイキャス的によろしくないんじゃないですか。今のコメントはね、こう拾わないようにして、そういうのはつい普通の会話を、はい、あうち今休んでるけど、あの120キロの生徒、あそうですね、120キロのね選手もいますね。彼は若いですね、強いですね、はい、じゃあちょっと元に今などこれはどう見たらいいんですかね。このジーズは何も喋ってないですね。喋るような言葉ない。15分経ってますね。いつもみたいにどこついて。いやいやいや。池先生の話がやっぱりね、皆さん聞きたいと思うんで。今回の試合についてじゃあ、あ田中裕樹選手についてちょっと語りましょうか。あの田中裕樹選手について。何ですかね。まあ身内受けのする選手。身内受けの。なんで。まあ、僕も身内受けなんで、いやいやいや身内受け同士で。田中選手とは結構仕事一緒多いですよね。多いですね。ここ何年試合やったり組んだり、まあ、レフリージャッジ系でやったりとか、ねうん彼もまたそのグラップリングとか総合をまたどっかのタイミングで狙ってるみたいな。そうなんだ。はい、スミさんもね、はい、スミさんも今回メインで菊池選手と試合して、ね、ちょっと楽しみですね、スミさん。どっちかというと格闘技の方ではこう仲間というかね、僕は、はい、一緒に運営と等々してる、はい、田中選手はね、僕は1回2年前ですね、ちょうど復帰戦ですね。あれもう2年ですか。あれ2年かな、1年2年あでもそんないや2年ですね、はい、この6月で2年でゾーンセンターで僕負けてるんでね、ちょっともう一回やりたいんですけどね。リベンジあれちょっとあ言い訳になるかやめときます。はい、負けたんで、はい、あのやりたいですね。はい、そう、田中っていう名前はねちょっと一木っていう選手に負けてますからね、これもリベンジしたいんでね。一木やりたいです。スミさんともねあの2回ほどやってますね。昔のあの昔、はい、どともりゃいいやつ、はい、そう先生ともあやってますね。一度あのお手合わせさせていただいて、昔からあの翼さんの大会で、はい、内川さんともタッグマッチでね、はい、大晦日の頃も肘やられました。そうだったそうだ、出来事でした。いや強かったです。ジールさんともね私は何度も試合してますね、はい、はい、あと、ふけさんとも一回やらさせてもらってます。いや、そこ入ってこなくていいと思う。それ、ちょいちょい自己主張してくるな。うん、何か話をって言われてそうですね。そうですね。小判攻めみたいな。あ、ふけさんは、現在の関西のカールゴッチだと。いや素晴らしいね。恐れ多い。ジールさんは現在の関西の何なんでしょうかね。ジールさんはあの僕の試合とか大事な試合で応援しに来てくれるかなと思ったら女子プロレスを見に来てくれる。そうなんでね、女子プロ優先ですからね。そうですね、女子プロレス優先で女子プロで試合断ったこともありましたよね、はい、ありましたね。試合あるのに女子プロ見に行かなあかんからって言って断ってましたね。で青のグッズ買って何万も。はい、否定できません。お土産と一緒で、どっか行った時、地方行った時のお土産も何万も使って、ね、だいたい1万近く、うん、あ、16名だいぶ入ってきてくれてますね。はい、そうですね、はい、で、ACF の時間、あ、ジールさんの推し選手はっていうコメントが、はい、これは上手推し選手は、これは女子プロレスということかな。はい、そうですね。はい、誠さんになります。誠選手、はい、はい、ランキング言った方がいいじゃないですか。いやいやいや、今でもはい、ずっと誠さんで、ずっと誠さんですね、はい、
どういうとこが抱き枕もね、抱き枕も買いました、特注の一番なんとかする抱き枕は開けて穴開けて使ってるとか飾ってるだけで抱き枕に印象を着せたりなんかいや普通の棒の枕なんで改造して使い込んでるっていういろんな用途だんだん不適切になってきますから孫さん惜しいことやね。はい、そうです。他はいないですね。あとはあの、アクトレスガールズのマリさんと、BRS メイリーさんとかモモカちゃんでフェアリー日本橋さん。おなんでモモカちゃん付けなんです、一人だけ若いから年齢的にそうな方ちゃん付け気持ち悪いですねいや僕モモカさんって言うとなんかおかしいかなっていう。いや選手やから全然いいさんでいいですかね、うん、で上から見てるわけですね、モモカ選手には下手し自分の女ぐらいの。ふけさんはどうですかと。はい。おし選手いますかと。僕女子はほんま知らないですよね。男子でもいいと思います。いや男子でおしっちったらあっちなるやつか。そうですね。あの言えないですけど。言えないですけど。そうですね。あんまり。放送だったら言えますけど。はい。ツイキャスなんで。ツイキャス以上ね、そういうラインがあると思う。ね、女子プロほんま知らないですよ。僕逆にジルさんになんか例えば工業で一緒になった選手 で、ね、はい、あの選手誰ですかって聞いたりとかしたらもう10分ぐらいバー喋ってくれますよ、ね、もうええっていうぐらい喋ってくれますよそうですね、なんか話が固まってきましたねとりあえずコメントはちょっと小さいな字が、あ、まだ福さんの推しで止まってますね。あー、どうですか、はい、推しわかんないですね。いやでも後輩レスラーで誰かこいついけるんちゃうみたいな。あ、なんか一丁羅さんからコメント来ましたね。ジールさんは引退した某選手のコスチュームをいつも着てるそうですこれどういうことどういうことですか着てはないですよ、着てはないです引退した某選手っていうのは誰なのね、あんま言わない方がいいのかな、知らない、俺は知らんけど、何番で買ったんでしたっけ、6万5千円、6万5千円でオークションかなんかで、いや、あの、なんか直接ですね、詳しく聞かせてくださいと入ってきてますね、ちょっと詳しく言いましょう、これ詳しくじゃなくて3時間ぐらい喋るんじゃないこれそういうのはいいのかな、俺知らないけど、喋っていい話なんですか、大丈夫、一応会場で打って、ああそういうことなんですね、はい、でなんか私に決まりましたっていうことで、ああけど、その時そんな現金持ってたってこと、まああれ最初からそのつもりやから、おー ATM 行ってからいざとなったらジールカードなんで、で詳しくちょっと話してくださいよ、詳しくというのはあの選手も言ってもいいんか、いいでしょう、いいっすかね、いや、某選手って書いてるから某選手でいいんじゃないですか、某選手でいいですかね、はい、後で教えてな、まあ、近藤さんも知ってる選手あ、知ってる選手なんですか、はい、はい、武島さんなんですけど、あ、はい、すいません、武島さん、はい、知ってますその辺放送ちゃんとしないとどうしろじゃないですかいや、俺別にそういうことはしないです、そういうことはしないです、それ来て鏡の前に立ったりしないんですか、あ、それは絶対してると思います、ね、いや、してない、してない、僕やったらしますよ、してますよ、うん、いや絶対してますよ、絶対 してないはないと思う、いや、してないです、うん、勝った時以上になんかもうあっちこっちほつれてボロボロだったりするなんかちょっと腐った匂い、そうです、オリベ選手そうですよ、絶対そうです、はい、オルベ選手もこういう話好きですよね酒は飲まないんで、うん、ありがとうございました告知なのにあんまり告知してないですね、そうですね、やばいですね、ちょっと今までずっと昨日が、キャプテン雨村選手で、おとついが、優斗選手と春時選手で、その前が三原選手とちゃんと放送してたんですよ、この今日がちょっとグダグダすぎて、いや全然全然やばいですね、全然いいじゃないですか、抱きしめたりするんですかって、もう
あの話で止まってますね。なんか抱きしめられてるのは、抱き枕の話ですかね。いや、コスチュームの話か。抱きしめるのはちょっと、うん、ゴー選手をいきなり抱きしめ、拝んでる姿は見たことありますっていう徳松選手からね。横で打ってますねこれ。口頭で言うて入ったら言っちゃいますそれは。抱きつくのはちょっとね、俺は絶対ここでは言えない。ね、大阪から逃げ出しましたからね。宣伝を。はい。あ、お茶っていうね、お茶の時間ですね、もうこれね。ちゃんと話しましょう。はい、はい。格闘技の方はみんなあんまり入ってきてくれてないのかな。見てる人が少ないですね。だいぶ言ったんですけどね、僕ね。はい。プロレス寄りやな。というか、選手が。はい、あと5分ぐらいですね。じゃあちゃんと告知の方をね、はい、あの30分なんですよ。で、こっちちょっと練習もあるんでね、とりあえず、はい。じゃあ、まず、もうあと、ね、5分しかないんですけども、グダグダな視聴ありがとうございました。じゃあ一人ずつちょっと試合に向けての意気込みなんかを、はい、多分1分ぐらいであると思いますが。はい、ジルさんから。はい、今回こそ泥試合と言われないような試合をしたいと思いますんで。絶対無理です。毎回言ってる。ラバーガード出したら。いや決まるかは分かんないですけどね。あれですよね、先生セコンド中でいつもあの逆にあれやばいですよね。お客さんにもバレてるっていう声で、右打ての左行くし、右打った左ってそのまま不利な体勢になるって。今度一回逆に打たろうかなと思うんですけど、多分そういう時に限ってちゃんとやるんですよ。まあ、そういうことのないようにね。はい、頑張っていきましょう。はい、はい、で親方ちょっと僕ら内輪話に付き合ってもらってすみません。はい、谷先生、はい、ね、なかなか伝説の柔術を日本に広めた男とも ね、そうですね、谷柔術ね、はい、まあ道着の試合やったら受けてなかったんですけど、道着なんで。そうですね、ちょっと、ね、そうなんですよ、柔術技級とね、はい、一度ね、谷柔術さん練習行きましたよね。はい、僕ちょっと見てましたけど強かったですよね。はい、うん、力がやっぱりとんでもないんで、そこをいなしてなんか技を見せてびっくりさせようかなと思っております。はい、これは結構業界ゾーンが期待してるね、試合ですね。はい、ありがとうございます。道頓堀プロレス3部まであるんですね。で全部見れて3000、お得感をもっと僕らがアピールしなあかんということです ね、すいません。そうですね、一番組ね、そうですね、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今度は田中勇樹選手と組む、福家先生の、まあ久しぶりの試合ですけど、まあ僕はもういつも通りのいつもの感じで、はい、特に何も変わりなく、まあ久々なんでちょっと感覚がどうなんかなっていうのが怖いですけどね。やっぱり無観客ってもう久しぶりじゃないですか。今までありますか。無観客なかったですね。2人はありましたけどね。あ、お客さんが2人。2人、ファックで、ああ、FUCK で、2人とかあったんですか。2人ありました。すごいですね。それ無観客ですね。いや、なんかKC アイディアで三工業を違う場所で同時にやるっていうのがなんかやったんですよ。それ何の意味があるの。分かんないですよ。KC アイディアでそれ割れるだけでお客さんも困りますよね。それも近かったらいいんですけど、結構遠いんですよ。みんな車で移動せなあかんのような。でそこで僕が出たのは、その当時河内長野に、あ、パチンコ屋の、あった時の工業で、で時間だと誰も来ないですよ。でこれ誰も来ねえのかとかって、で選手みんな表出てずっと待ってたら、何分か経ったら2人だけだらーって出てきて、あ、じゃあやりましょうか。それが最低人数でしたね。帰られへんやん。すごいっすね。じゃあ今回更新ですね。ゼロですね。ゼロですね。更新ですね。関係者は多いですけどね。まあ、まあ、いつも通りの、はい、変わりなく、
あ、春時選手入ってきてくれましたね。一日にプロレスも格闘技も見れます。そう、はい、そうです、ね、はい、あ、30分過ぎました。あ、終わり。すいません、ありがとうございました。あ、ありがとうございます。はい、コメント、牛島さん。あ、僕のコメント、これね、多分終わりじゃないですかね。あれ、まだ聞こえてますか。あ、じゃあ、はい、あ、じゃあちょっと なんだろう、コインが残ってたのかな、これ。佐野選手と、熱い戦いを必ずします。ちょっとやったことがないので、佐野選手はね、ちょっと分かんないんですけどね、どういう。フィジカル面じゃちょっと負けてるかなと思いますけども、技術では勝ってると思うので、きっちりと一本取って勝ちます。よろしくお願いします。うん、ね、はい、楽しみですよね。これは30分超えても大丈夫なの？超えてるな。あ、じゃあとりあえず一旦お別れということで、ね、僕たちは練習をしましょうか。はい、じゃあ皆さん24日3部あります。よろしくお願いします。ぜひご購入をよろしくお願いします。今現在ちょっと少ないので、切羽詰まっております。なんとかあと3日4日、なんとかご購入をよろしくお願いします。お願いします。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。最後締め